麻薬取締部の職員が製造工場に立ち入り検査に入ります。昨日、厚生労働省の麻薬取締部が立ち入り検査に入ったのは、大阪市にある大麻グミを販売する会社の製造工場。一昨日はこの会社の本社でも立ち入り検査が行われ、大麻由来の成分に似せた合成化合物 HHCH を使用したグミが見つかり、製造・販売の停止命令が出されました。昨日の立ち入り検査ではグミの在庫などを確認したということです。そこには会社の代表の姿も。立ち入り検査でどんな話されましたか？商品見つかりましたでしょうか？どんな話されましたか？大麻グミをめぐっては、厚生労働省が今日、大麻由来の成分に似せた合成化合物 HHCH を指定薬物に正式に指定。これにより10日後の来月2日から所持や流通、医療目的などを除く使用が禁止されます。麻薬取締部は札幌市や沖縄県那覇市など大麻グミを販売する全国各地の店舗に立ち入り検査に入り、グミやクッキーなどを回収。その立ち入り検査は名古屋市中区にある店舗でも。商品がだいぶ押収されちゃったね、なくなってしまったんですけど。立ち入り検査があった昨夜、取材に応じたのは大麻グミなどを販売する店のオーナーです。いきなりもう7人ぐらいの大人の人が入ってきて、ちょっともう強めの口調でちょっと調べさせていただくよっていうふうに言われたんで、かなりちょっと驚きましたね。とりあえずここを全部見て、今ある商品を全てチェックしてみたいな。こんな感じ。立ち入り検査では店にあった大麻グミと同じ成分を含むクッキーなど7製品13点を回収。麻薬取締部は回収した製品の検査結果を通知するまでの間、店に販売を停止するよう命令を出しました。切なすぎますね。いきなり来て全部商品なくなってしまうのはちょっとお店としても困りますし、商品売れなくなるんだったらもうちょっと前からセールしてちょっと売りさばきたかったですね。そして今回、大麻グミから検出された合成化合物HHCH が規制対象となったことについては、結局成分が規制されてしまってもまた新たな成分出てきてといういたちごっこが繰り返されてしまうだけかなと。厚生労働省は一部の成分を変えて法の網をかいくぐるいたちごっこ状態を解決するため、今後類似する化合物についても包括的に指定することを検討しています。